皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はコーチ、カウンセラー、コンサルタント業の基本的なネット集客の動線設計についてということについてお話をしたいと思います。実はですね、今日表参道の方でですね、アゲマン理論という理論を提唱して、そういった夫婦関係とかですね、親子関係、夫婦関係が主になるのかな、あと彼氏彼女とか、そういう部分でのパートナーシップですね、人間関係のパートナーシップを、改善して、自己肯定感を高めて女性が幸せになっていけるようにっていうことの、メンタル面をサポートしていく、講座がありましてですね、そちら の中村明さんと前回私の出版記念パーティーのところでご縁がありまして、前回は中村さんを私の方にゲストに来ていただいたんですけど、今回私がゲストとして登壇するということで本日登壇してまいりました。で7月ということで、私が誕生月なもんですから、サプライズでですね、こんなでっかい花束を誕生日でいただきました。はい、ありがとうございました。すごいね、香りがね、すごくいい花束で、何歳になってもね、花束ってお誕生日でいただくのは嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。で、そちらの方でですね、いろんな話をしたんですけれども、私はやはり集客系のコンサルタントっていうことで、女性の起業支援をしているわけなんですけれども、普段私のところに来ている方はもちろん自分がパン教室をやっていたからということで教室業の方はもちろん多いんですけれども、ネット集客全般の基本的な設計って変わらないんですよね。ですからネット集客の部分でいうと、教室業も、コーチ、カウンセラー、コンサルタント系も基本は変わらないんですけれども、ただ少しだけアレンジしなきゃいけないところがありまして、今日のご質問とか受けながらそんな話をしていて気づいたことがありましたので、今日こちらでそのお話をしてみたいというふうに思ってます。はい、まずですね、教室業とコーチとか、カウンセラー、コンサルタントっていう部分が何が違うのかっていうと、携帯がですね、基本教室系、例えばパンでもいいんですけど、料理でも雑貨でもいいんですけど、そこっていうのは例えば自宅教室でやります、スタジオでやりますということだったとしても、その講座があってレッスンがあって、そこに人が来て、でそのレッスンを受けて帰って一旦終了みたいな、そんな感じになるケースが多いと思うんですけれども、主にコーチ、コンサル、カウンセラーとかこのあたりになってくると1対1になるケースとかが結構多いですよね。マインド面のサポートをしていくケースが多いからだと思うんですけれども、フロントセミナーと呼ばれる、要はお試し、教室業でいうと体験会あたりとかですと、その体験会がまずどういう教室なのかっていうのを理解してもらって、それで本講座の方入ってもらうというお試しでやるケースと同じようにですね、フロントセミナーといって割と低価格のもので、こういうことをあなたは習えますよ、こんないい未来がありますよみたいなのを理解してもらうために、来ていただくみたいな、フロントセミナーと呼ばれるものがあるんですけれども、そうするとその後当然本講座っていうのがあって、それが1対1のコンサルティングになるのか、何かこうちょっと体系化されたメソッドを学ぶ講座とかが別途あるのかとか、そういう形式になっていくんですけれども、価格っていう面から言うとですね、普通の教室のレッスンがだいたいワンレッスン、そうだな、3000円から1万円ぐらいが料金体系だったとして、体験会とかが大体その半額に設定されることが多いです。でボリュームゾーンの金額がおそらく5000円か6000円、これがいわゆる教室業の、ワンレッスンの、相場ベースですね。内容が特殊だったりとか技術が特殊だったりとか、その先生がカリスマだったりすれば1万5000円とかっていうのもあったりしますけれども、通常は大体1万円以内ぐらいに大体収まっているケースが多いです。
で、コーチカウンセラーとかコンサルタントっていう、そちらのこう1対1っていうのは、要するにその1人をその時受けてしまうと、他の方は当然受けられないので、まあ1人っていうことになるので、当然単価は高くはなっていく傾向にあります。ですから、まあ、例えば1時間のセッション1万円なのか、2万円なのか、3万円なのか、5万円なのか、まあね、ものすごい高額の方とかだと10万円という方もいらっしゃるかもしれませんですけども、まあそれは結構そういう効果があるなと、相手が払ってくれる方がいらっしゃった上での、まあその価格設定とかにはなるので、まあ一人一人にやっていくケースが多いので、まあ割と高めになっている。あとそれに連動するような、まあ内容をお伝えするような、まあ、スクール形式のものであったとしても、例えば3ヶ月で30万とか、6ヶ月で50万とか、まあ、そういうような金額になっていくケースとかが多いですね。まあ、マインド面を学ぶのか、実務面を学んでいくのかっていう部分はあるんですけれどもね。いわゆる高額商品と呼ばれるものに近いものを扱うのが、どちらかっていうとコーチカウンセラー、コンサルタント系の、まあ、職業の一つ特徴であると思います。もちろん私自身も50万以上の、アカデミーっていう高額講座も持ってますし、まあ、それを高額と感じるか感じないかっていうのは受け手の側のお話なんですけどね。要は金額だけ取ってみるのはあまり意味がなくて、要はどんなサービスでどこまで見てもらえるのかっていうのが丸ごと評価の基準になっていくので、それがまあきちんと伝わってないと普通に高いって言われてしまうだけなんですけれどもね。なので、傾向としてはまあそういう傾向がある。とすると、集客の段階での、お客様の集め方と信頼構築の仕方と、あとは最後クロージングと呼ばれる制約に持っていく、このプロセスっていうのが、当然値段が高い方がハードルが高いんですよね。ですから教室業の方とかでも、教室、講師養成講座とか、プロに寄りのものの講座を持っている、30万、50万、100万とか、まあ、いろいろあるようなんですけれども、プロ向けの講座を持っている先生の講座は、まあ、基本高めになっていきますから、似たような、傾向になってきます。要は端的に一言で言うと、高額講座を、販売したいという設計をしたい時には、同じような考え方が必要になってくるっていうことで、コーチ、コンサル、カウンセラー、この辺りとか割と高額講座を作っていくようなケースが多いので、まあ今日のお話もそういう方たち向けにお話をしたので、そこをネット集客の時に何をポイントにしてどうやって設計していくのかですね、それをちょっとまあ端的にお伝えしようかなと思っているんですが、まずですね、まあ結論っていうほどのあれではないんですけど、まあ一番その業種業態が集客上に効くのはメルマガです。はい。LINE もそれに近いんですけど、私の中の位置づけではメルマガですね。はい。長期的に信頼関係をきちんと構築していくのに非常に向いてるツールがメルマガで、いろんなコンサルタントさんと私お話しますし、私自身もいろんなコンサルタントさんと仕事というか、まあ、習ったりとか、まあ、いろいろあるんですけども、やって、どの方も、まあ、まず言うのはメルマガっていうのは言いますね。やっぱりメルマガをしっかりやってないの、やってなくて売れてるコンサルタントってあんま聞いたことないぐらい、メルマガっていうのは主にその集客ツール、そちら系のちょっと高額商品を売る方にとっての集客ツール、ないしはまあ信頼構築ツールとしては、メルマガがとても優秀であるっていうことは間違いないなというのは、自分も、メルマガどれくらい運営してるのかな、6、7年くらいは運営してますよね。はい。それぐらい運営していて、やはりメルマガが究極っていうか、まあ、最終的にはそこからいらっしゃるお客様が濃い方だなっていうのをすごく感じています。濃い方っていうのは、じゃあどういう人なのかっていう話なんですけど、濃い人っていうのは、要は例えば、まあ、私なら私、まあ、あなたならあなたのファン度ですね、好きです度合いが高い人、それを濃い人って言うんですけれども、薄い人と濃い人っていうのは当然いるわけですよね。薄い人っていうのは別に私のコンテンツそのものとかに、まあ、そこまでは興味ない
なんか集客のことやってるよね。ちょっと役に立つかもしれないから、ちょっとブログ読んでみようかぐらいの感じかとかですね。そのレベルとかはまだ全然、教室開業とかも先だしとか、そういう独立自営でお仕事するのもまだ先だしっていう方は、まあ、薄い人ですね。で、濃い人っていうのは、今すぐもうその仕事をやりたくて、集客も今すぐどうにかしたくて、で、困ってるけどやり方がわからないけど誰か教えてくださいというレベルの人、まあ緊急かつ重要みたいな そういうタイプの方は濃い人ということになります。で、主にですね、皆さんの SNS の集客の状況とかを見ていると、この濃い人だけをどうにかこうピックアップして捕まえようとしているんですが、それっていうのはその時に機が熟さないと濃い人にならないので、そのタイミングを逃さず自分がもしも捕まえることができるのであれば、それは普段から接触してるから捕まえる、ないしは接触することができるんですよね。普段から接してなければですね、そのタイミングでいきなりあなたを思い出すっていうことはまずないんですよね。だから、日々の活動っていうのはですね、信頼構築と忘れられない、思い出してもらえるかっていう記憶のナンバーワンになってるかどうかっていう、ここをポイントに活動できてるかどうかっていうのが、まあ、結構大事なんですよね。そちら系の方の職業の集客のメカニズムっていうのは、メルマガがどれぐらいの期間で本当に濃い方に変化していくのかはあれなんですけれども、最初メルマガ登録をし始めた頃は薄い方だったとしても、メルマガを読んであなたの思想に共感する、私のメルマガだったら私の思想に共感する、それがだん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 日々日々、2日に1遍とか毎日とか、まあ頻度は別ですけど、それで刷り込まれることによって初めて信頼っていうのが構築されるんですね。人は信頼してる人からでないと物は買いませんので、こんな講座やってますよ、来てくださいだと信頼がないので、まあまず決まらない。だから、企業投資の方がとにかく集客だって言って、私こんなのやってます、こういう講座やってます、来てくださいって言って集まらないのはある意味当然で、信頼関係ができてないのに商品は売れないんですよね。ってことは、信頼関係どういうふうに作っていくんですかって言ったら、まずはメルマガ登録、ないしは LINE 登録とか、日々触れ合うことができるようなツールのところにいてもらって、2日に1遍とか3日に1遍とか、その方がお役立ちだなぁと思ってもらえる情報を、まあ、定期的にきちんとこうお渡しする。それによって信頼関係が構築されていくっていう、そのプロセスがあってですね。で、時期は人によって違うんです。今すぐの方はもう目の前にバーンと来るから、皆さんが主に捕まえようとする方がその方なんですけど、メルマガ読者っていうのは早くて3ヶ月、ないしは6ヶ月、ないしは1年、2年、3年とか、そういうレベルになっていくので、どれだけその少しでもちょっとでも関心がある方を、まあ、登録してもらって、育てていくって言い方変なんですけど、信頼関係を育てるって言えばいいんでしょうか。で、機が熟した時にいよいよ私教室開業したいとか独立したい、誰に頼もうって言ったら、今までメルマガでずっとお世話になってた高橋さんにまずは聞いてみよう。まあ、それで私と話をしてね、相性が合わないな、このコンサルタントはと思ったら違う方とか行くのかもしれないですし、あとは最初の段階で3人か4人同時にピックアップして、それでいろんな内容、サービスを比較して、ただし最後同じようなサービスを提供している人がいたら、より自分に近かった方、ないしはメルマガで信頼構築ができている方の方を、値段が多少高くても選ぶ可能性が高い。ということなんですね。ですから、基本的には信頼構築をするっていうのにお時間がかかりますので、早くて3ヶ月、まあ、通常6ヶ月、場合によっては1年2年っていうのがザラですね、信頼関係構築っていうことの観点から言うと。だから、一番こう自分のお客さんになってくれる濃い方が、来てセミナーとか、いわゆるそのフロントセミナーとか呼ばれるものに来てもらいやすいのは、メルマガ読者だったり、まあ、LINE の読者だったりっていうことになります。ということは、何をしなくてはいけないかっていうことです。教室の方の体験会はまだそこに物があるので、体験会として、まあ、食べれるしとかいうので、まだ来てもらうハードルは低いんですけれども、
形のないものを売る職業の場合にはご本人が商品になりますから、この人は自分をどういうふうに幸せに導いてくれるんだろうとか、どういうサービスを提供してくれるんだろうっていうのを確かめるために、セミナー、体験セミナーみたいなのがあったりするわけなんですけど、そこに動こうという動機づけをする場合には、やはりこの人はこういう思想を持ってるんだ、こういう考え方をするんだ、こういう事象にはこういうふうに反応するんだっていうのをあらかじめ知った上で、この人にお願いしたいかもとうっすら思った状態でセミナーに来るっていうのが、大体通常だったりしますよね。だから、メルマガいきなり始めるっていうのは難しいのは、よく理解はできていますので、ホームページをメインで各自作りながら、ソーシャルメディアでそのホームページを見せていくんですけれども、それと同時並行に、メールマガ読者、さらにもっと私のそういう濃い情報を知りたい方はこちらへみたいな案内はやっぱホームページの中に載せておくべきだと思っているし、私のリビング企業アカデミーというホームページの動線設計は、最後の落とし込みはメールマガか、LINE っていうふうに動線は引いてます。一応メインの講座とかも載せてありますけれども、いきなりはその50万円以上の商品買わないですから たまにいらっしゃいますよ。本の読者の方でもうそれに入りたいからって言ってメールで問い合わせとかっていうのはあって、面談はしますけれどもね、その後。なので、それぐらいの、勢いがある方は別として、通常はこの人は一体どんな人なんだろうとか、例えば私の場合だとメルマガ読まれたり、ブログ読まれたり、あと YouTube 見たり Facebook 見たりとか、大体皆さんこう私の出してる場で大体一通りチェックして、でこの人考え方似てるかも、好きかも、いいかもって言われて初めてメルマガかなんか登録して、そしてその後徐々に、メールが、時系列的に、必要な順番で届いて、で、それが届いたことによって、だんだん信頼関係が構築されて、この人に会ってみたいかも、セミナー聞いてみたいかもって言って、フロントセミナーに行って、で、最後、この人にもうサービスお願いしたいんだって言って、その後ろにある、マーケティング用語ではバックエンドっていう言葉で言うんですけれども、その後ろの本命商品と呼ばれるようなサービスをご購入いただく方になっていっていただくっていうことなので、この流れをスムーズに作ってあげられるかどうかっていうのがまず一つの大きなポイントになるんですね。で、じゃあいきなり起業したてでメルマガを上手に作れるかっていうと、なかなか経験値もないので難しいので、出だしの頃は、即効性があるような形での捕まえ方になってしまうので、メインのホームページはきちんと作り込むんですけれども、フロントセミナーと呼ばれるそのお試しセミナーですね、こちらの方はそのサービスを受ける人にとって一番魅力的なオファーになっているようなものを作り、そこを中心に、SNS 使って拡散していって、来ていただくっていう、その流れになるので、2本本当は同時に走るのがいいんですけれども、取り急ぎ急いでそういうものを欲しいというふうに思うのであれば、ホームページ、その見せるページを拡散するって、これが一番手取り早い内容ですね。ただし長期的にずっとお仕事が回っていくようにうまくする、私は自動集客っていう言葉で呼んでるんですけれども、それを作っていくためにはホームページの適宜な、更新、そのホームページの中のボリュームアップをしていくことであったりとか、あとはそのメルマガみたいなものでですね、きちんとこうゆっくり関係構築をして、いずれ来ていただく方を育てておくという、これ同時並行でやらなくてはいけないんですね。で、これがうまくいくようになると、自分が集客しようって言って気張らなくても、ポロポロ問い合わせとかが自然に入ってきて、でそれを自然に受け入れてると集客ができていくっていう、そういう流れを作ることもできるようになると思います。私がコンサル業をそれに近い状態で動かしていて、でパンの時も3年目ぐらいからかな、割とそれに近いような状態になってきたので、そこを構築するのを時間はかかるんですけれども、作り込みの仕方はそんなイメージになります。で、
メルマガと LINE ってあって、まあ、どう使うんですかっていうお話なんですけれども、これは使い方は人によって違うので、私は私の使い方っていうことで参考にしてもらって、いや私は違う使い方しますわって言ったら、全然それはそれで好きなように使っていただいて大丈夫なんですが、メルマガ読者の方が私の、経験値上濃い方が読んでくださってる。その代わり開封率は悪いです。だいたい 20% くらいかな。100人いたら20人見るかどうかっていう話です。もちろん開封率は高いに越したことはないんですけども、低くてもすごく来たい人が濃い人が多いのであれば、そちらの方が価値があることになります。しかも長文を送れますしね。で、 LINE の方はもうちょっとライトの関わりになるので、まあ日々の活動とかそういうものをお伝えしたりとか、まあ、この人好きかもっていう、まあ、ファン作りのために使っていくのが多くて、もちろんたまにお知らせとかはします。そういうこういう講座を今度作るからみたいなのをお知らせたまにしますけれども、日常は割とこう、私ってこういう人ですっていうのを自己開示みたいな部分が多くて、それを面白がってくれる人とかが、まあ、そこにそのまま居続けるっていう感じで、正確な開封率っていうのが計測はまだできてないんですけど、多分7割とか8割とかだから、全然メルマガよりは開封率が高いのが通常です。で、ライトの文章もこちらも送るので、向こうもざっくばらんにフランクにライトに返事とかもくれやすいのも LINE の特徴かなと思うので、その分ゆっくり育てなきゃいけない人たちが多いのが LINE なんですね。だからどこかの段階で LINE からメルマガに私は引っ張ってることが多いです。で、そこでゆっくり私の思想とかこういう考えをする人なんだっていうのを理解してもらった上で、まあ、サービスを依頼されるとか、まあ、そんな感じですね。なんでそこはうまく使っていくんですが、でそこにさらに、YouTube 動画ですね、これをまあ絡めてくるっていうのも、いいアイディアだと思いますね。動画を撮る方がまだそんなに多くないのと、動画を撮ってると、まあこれを見てくださってる皆さんお分かりと思うんですけど、私の話口調とか、どういう喋り方をしてどういう思想を持ってそれを語る人なのかっていうのがほぼほぼ分かるはずなんですね。だからセミナーとかのギャップがほとんどないというか、いつもと一緒みたいなまあそれを生もので見てるみたいなね。ライブですから当然質問されればその場で答えていくので、動画だと私がこう一方的に喋ったら喋りっぱなしになるので、そこは確かに一番大きな違いかなというふうに思うんですけどね。動画での信頼構築の度合いっていうのは非常に強固で早いものがあります。リアルで聞いているのとほぼ変わらないからっていうことですね。ですので特にやっぱコーチ、カウンセラー、コンサルタント系の方は YouTube を非常に上手に活用していただく方が、何かと有利で、かつ信じてもらいやすいので成約率がすごく高くなっていくんですよね。なので集客の基本路線はメルマガ、 LINE なんですけれども、それをこう補完する、意味で使っていくのに動画もいいし、あとはそのメルマガに動画も貼り付けると、まあ、時間がある方ないしは音声で聞きたい方は動画を見るっていう方も結構ね多いと思いますので、使い分けが必要にはなりますけれども、動画をおすすめです。でその動画の話をした時にですね、動画はでも顔出しにね抵抗があるとか、まあ、そういう声を持っている人に対してはどういう指導をしますかっていうのをご質問でいただいたんで、その時答えたんですけれども、基本サービス業っていうのはですね、まあ、誰かが困ってることないし悩んでること、まあ教室業の場合には大概、まあ、楽しいから来るみたいなところだけにフォーカスされるような教室とかもあるんですけど、特にカウンセラーとかコーチとか大概悩みと連動して職業が成り立ってるものなので、そのまあお悩み解決のためにいるって言っても過言ではない状態なんですよね。そうするとその人っていうのは、まあ、例えば状況にもよりますけど、藁にもすがりたいような思いで探してるようなケースもあるかと思うんですね。でその時に文章だけで書いてあるものと動画付きだったとすれば、
こういうこの人が私の相談に乗ってくれるんだっていうのが分かると、非常にこう頼みやすい、相性とかはあると思うんですけれどもね。だからそれを一発で伝えることができるツールとしては YouTube は非常に有能だなというふうに思ってるし、 YouTube 単体でセミナーに引っ張ることもできるし、メルマガの中に貼っといて、でそこからぜひいらしてくださいってお誘いの文章をね、作るとか、そういうこともできますので、動画は何かと覚えた方がいいんです。で、顔出しがうんぬんっていう話は、その悩み深い人を救うことよりも自分のプライドなしや羞恥心を優先するんですかっていう話になります。その人は極端な話ですよ。ぶっちゃけあなたの顔を見ているのではなく、話し方とか身振り手振り口調は見てるかもしれないですけど、コンテンツの中身を知りたいんです。だから悩み解決のことを喋ってるんだったら、私の悩みに近いけどどういうふうに解決してくれるのっていうふうに聞いているので、顔がこういまいち、いまいちっていうか、まあ女性に多いんですけどね、なんか「いや、そんなに映すような顔じゃないんです」とかって言うんですけど、まあ、はっきり言ってそんなに顔見てないです 見てる人ももちろんいるかもしれないですけど、聞きたいんですね、中身を。だからそれをお話をすることによって、その顔出しの勇気じゃないですけどね、声だけで行きたいんだったら、まあそれこそ写真でも流した状態で声だけ吹き込めばいいっていうやり方も動画の作り方であるので、それでもいいんですけれども、やっぱり対人の商売はその人がどんな人か分かったからお願いしたいっていうケースが多いので、分かるようにやっぱ喋ってあげるっていう画像は作ってあげないと難しいですよね。なので、動画は非常に有効なんですけれども、その自分の中のマインドブロックからっていうのは、誰のためにこの仕事はあるのかって思ったら、自分が恥ずかしいからなんていうのは全く関係なくて、その人のために情熱を伝えるっていうふうに思うのであれば、そんなの恥ずかしいとか言ってる場合じゃないんですね。困ってる人がいるんだから、その人を救ってあげたいっていう信念があれば、顔を出さないやり方だって考えればいいし、顔を出した方が本当はいいですっていう、まあそのあたりの割り切りが必要になるのかなっていうふうには思ったりします。ですので、ツールとしては YouTube は非常に、特にこの業種業態に関しては使ってほしいアイテムの一個かなっていうふうに思っています。はい、では今日のまとめです。コーチカウンセラー、コンサルタント系の方の基本的なネット集客の基本動線は、メルマガないしは LINE アット、こう自分で1対1でトークができるようなところに持ち込める媒体、これをきちんと育ててって、そこからのお客様を増やしていくふうに、元々の動線設計をするといいということです。単発のイベントだけ一生懸命頑張って集客、単発のなんとかだけ頑張って集客っていうと、ずっとずっと永遠に集客しなくてはいけないので、それを断ち切るためにも、どこかの段階でメルマガとか LINE とかですね、やっていく必要があって、要は顧客との接触頻度を高めたりとか、信頼関係を構築するのを普段から手を抜かずにやってますかという、それが答えになります。集客を楽にしていく。なので、どうしても今月集めなきゃいけないって言えば、もう知ってる人に片っ端から声をかけて集めるっていう方法もありですけど、それ毎月はできないですからね。だから集客の動線設計も基本自動化するようにどうやったら作れるかっていうのは考えながら媒体を作っていく、それはホームページも含めてですけどね、はい、それが必要かなっていうふうに思いますので、どうぞご参考に。それでは。